じゃんけんぽい、あっち向いてほい。遊戯おー、皆さんこんにちは。麻雀遊戯王のお時間です。私麻雀大好きアシスタントの魔女の金渚です。よろしくお願いします。そしてこんにちは、イーピンくんです。そしてこんにちは、コウショウです。よろしくお願いします。8回終えて無事マスコットになりました。よろしくお願いします。さあ、そんなちとこうしょっぽろですね、なんと今回が最終回と、嬉しい、あっという間の最終回でしたね。でも これはもうマスコットキャラになっていただいて、はい、毎回出ましょ う、ね、ここにイーピンクの隣に毎回いてくれる存在として、コウショウくんって新しいキャラクターとしていてほしい、寂しいです、はい、いや楽しみか、はい、なんでそこ疑ってるの。突然疑り深くなるんです、はい、昔何があったんですか。何もないです、はい。今回はこの企画をご用意させていただきました。土田プロ VS 魔女の金渚予言対決。やはりですね、いろいろと土田幸翔プロにゲストで来ていただいていろんな企画をやりましたけども、やはりですね、まあ、最初の、まあ、予言が降りてくる能力というのはやっぱ土田プロはとんでもないなと、さすがオカルトと呼ばれてしまうだけのことがあるなと思います。対して渚さんも普段ですね、やっぱ占い師として活動されてますし、普段からですね、やっぱ引きの良さもありますし、あるある、あります、あるんですよ、はい、ってなると2人どちらがより予言の力があるのかというのは、もうここで芯を消しなければいけないと、はい、商売上がったりになるよ。ならないよ。じゃあ、どうあっても芯を消す姿勢。お互い困っちゃうじゃないですか。僕は困らない。いや、そのままで、もし私が勝っちゃったら、プロに負けたんだからしょうがない。あ、なるほど。うん、あ、こっちは素人だ。あー、はい。まず土田プロが一勝です。まず一勝しましたけども、はい、論破はされましたが、いや、ここはどちらがよりですね、予言の力があるかというのをですね、より、分かる形で対決していただきたいと思いまして、うん、3種類のゲームを用意しましたので、今からその3種類のゲームをやっていただいて、どちらがよりすごいのかというのをチェックしたいと思います。はい、さあ、ということで今準備ができました。一つ目の対決は黒ひげ危機一髪対決でございます。お、なんですか、なんですか。三発以内に出せよ。予言かと思ったら命令だった。三発以内に。さあ、そうですね、こちらは黒ひげ危機一髪対決ということで、交互にですね、ナイフを他人に刺していただきまして、出た方が負けです。今回は長引かないですよ、この勝負は。決まります。本当ですか。長引かない、はい、私今洗脳されました。なんで負けちゃう、なんで負けちゃうんだろうか。早いんですよ、負けるのが。さあ、じゃあ、やばい、はい、なんか今魔法かけられた。さあ、これも終始今土田プロのペースですけども、このペースを崩すことができるのかということで、じゃあどちらからいきましょうか。あなたが決めていいよ。いいんですか。じゃあ先やる、やっていただきましょう。じゃあ渚さんにやっていただきましょう。こちらに置いておき、あ、そうなんだ、はい、あ、ダメか。そうです、堂々とした不正すぎて一瞬ルールが分からなかった。本当に安全なところを探して、あ、だから、ね、ナイフはしっかりカチャッと刺してください。はい、あ、でもなんかここ危ないかも、はい、これ一発で当たったら逆にすごくないですか。逆にすごい、負けたけど逆にすごい、はい、あ、大丈夫だった。不正こんなのはね、考えても無駄なんですよ。なるほど。おー、セーフです。え、やだやだ。ちょいちょい力使ってくる、はい、はい、あれ、刺さんない、あ、刺さんないってことはやばいな。あ、や、大丈夫、あ、大丈夫です、はい。何をおっしゃいます。これ随分刺すとこあるね。はい、全部で24箇所ありますので。24分の1ってこと。24分の1です、はい。ふさけてるね、はい、へ、ほら来た。え、やだ。
熱いかけます3発目ね。3発目よく考えるんだよ。ここはい、わあ、クリアしました。これ3発目、3発目、これか、3発目です。さあ、予言バトルが白熱してきましたね。あー、で余裕です。なんだ、みんな無事通過しちゃった。通過しましたね。さすが危機回避能力の強いお二人。ここ、はい、あー、セーフです。なんで回したんだよ。そこ、この位置がいいの。はい、大丈夫です。いいピンクを縦にするのはどうかというね。ここなくなってきましたよ。怖いな、怖いな。残念。あとインピンク痛い。ボツか。うわー、ダメだった。すごい、あ、でもさ、ちゃんと怖いなって言った時にちゃんと当たりました。はい、近づきましたもんね。とはいえ、渚さんが当ててしまったので、第1試合は土田プロの勝利。はい。ありがとうございます。悔しい。まあな、キャリアが。予言キャリアが違います。予言キャリアが違いますからね。まだまだでした。さあ、でもめげてはいけません。続いての試合に行きましょう。それを持ってる時点で引きそうだもんね。あ、確かにこれに当てるってことですね。そうそうそう、2人してこれはどうかと思いますよ。インピン君という名前があるんで。あ、インピン君。よろしくお願いします。では続いての試合に行きましょう。どうぞ。さあ、続いて第2試合に行きたいと思います。第2試合は全力あっち向いてホイ対決。こちらシンプルですが、やはりシンプルこそ一番予言の力が出るのではないかなと。まずじゃんけんに勝たなければいけません。その後にどちらの方向を向くかも予言しなければいけないということで、やはりこれに勝った方が予言の力があるのではないかと思っております。いかがでしょうか、土田プロ。そうだね、やった。イエスマンだ。さあ、では早速やっていただきましょう。はい、はい、ではお二人のタイミングで大丈夫です。はい、最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてホイ。なんて独特なテンポの試合なんだ。いいですよ、決まりませんでした。引き続き行きましょう。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてホイ。必殺、一撃必殺、一撃必殺。あー、バカなんじゃないの。なんで指示に従うんだよ。強かった、予言っぽかったですね。お前はこっちを向くっていう予言っぽい勝負の決め方でした。予言しました、予言しましたね。読まれてた。あっさりだ。あと、純粋に土田プロじゃんけん弱い。弱い。強いね、じゃんけん。じゃんけん強いですね。やっぱそこも投げてもらうの予言力かもしれませんね。はい、大敗した気分だな。さあ、ここで投げてもらう石報いました。1-1です。1-1なんで、やっぱ追いついてきた方が有利だよね。あ、その方が勢いある感じがありますね。ある、そうなってますよ。もうダメージ受けたもん。メンタル。いや、気を取り直してください。最後の勝負で決めましょう。それでは最後の勝負の準備に行きたいと思います。どうぞ。さあ、第3試合最終決戦の試合はからしシュークリーム対決。はい、ということでございまして、今お二人の目の前にですね、2つのシュークリーム、美味しそうですね、シュークリームが並べられました。ただこのシュークリームどちらか1つには、大量のもう空気読めてない量のからしが入っております。からし大好き。何の罰にもならない。何の罰にもならないぞ。あれ、何か嫌な表情が曇り出しました。どうしたんですか。どうしたんですか。一番苦手なの。え、からしですか。なんで一回強かったの。さあ、でも全部食べなきゃいけないの。一回口に入れていただいて、その後我慢できなければこちらで対処をちゃんとしますので。アレルギーになったらどうするの。アレルギーになったらならないよ。よかった、ならなかった。だってこれ難しいね。そうなんですよ、うん、どっちが先選ぶかって問題だよね。まずじゃあせーのでお互い指さしますか。その持ってはいけないので、この外見とかこう眺めながら、まず第一印象でどっちがいいかを選んでください。もしそれで意見が割れたらそれはそれで、割れたらそれはそれで、はい、大丈夫です。はい、一致したら、はい、でもし一致したらそこはあっち向いてほいで決めましょう。ええー。
あ、これ触ってわかんない。なんか、わかりません。渚さんはやっぱ左手を使ってね、あっ、ダメだって。そういうジャミングの仕方初めて見ました。やめろやめろやめろ動きが強い。先輩なのに。はい、さあ、土田プロもどちらか決めましたか。はい、はい、じゃあまず最初にどちらがいいか、せーので指さしていただきましょう。はい、せーの、どうぞ。あーっとなんすか、恋が始まるのかなさあ、お互い一緒になりましたので、ここはじゃあ、あっち向いてほいで勝った方、あっち向いてほいで勝った方がそのシュークリームをゲットできます。はい、まあ、あっち向いてほいで対決していただきましょう。最初はグー、じゃんけんぽい。あっち向いてほい。弱い。もう、操られてるんですかこの時点で滝田さんが勝った気がするけど、でもまだ中身わかりません。中身カルシウムクリームの可能性があります。お二人が選んだのはカルシウムクリームの可能性もありますから、そこは全然まだ勝負決まってませんから。はい、なんであっち向いてほいにしちゃったのそうですね、そこが失敗だったな。単純にあっち向いてほいに、だってこっち辛いに決まってるじゃない。あ、そう、あ、もうわかるんですね。わかるよね。2人の意見が一致したんだから間違いないじゃん。そうですね、そうですね。これで2人と刺した方が悲しいじゃなかった場合、2人でも負けみたいな空気になっちゃうけど、はい、でももしかしたらそれをあえてそれを予想して、津田プロがエンタメでわざとそういう風にした可能性がありますからね。ないから。ないんだ。なかったです。なかったんですねじゃあお二人、もうやだ、選んだ方の悲しいクリーム取ってください。同時に食べるの。同時に食べます。一緒に食べましょう、はい、せーの、どうぞ。さあ、あれあれ、どっちだ。あっ、ザブロ早く外に出て。あれあれあーっとあーっとあーっとなんと予言対決、勝利は土田プロでした。全て負けて、はい、勝利したってすごいね。そうですね、すごいですね。引きの力です。これはもう引きの力ですね。バカじゃないの余裕だ。すごい、すごい運の力を引き寄せましたね。思ったよね、入ってないのね。すごいですね。そこを外したのが正解だったね。あえて外し、だから土田プロも予言したわけですよ。自分は絶対あっち向いてほいで勝てない予言した上でそちらに行ったというのがお見事でございます。すごい、おお、予言した。はい、まさにまさに予言の力、うん、はい、よかったよかった食べなくてよかった。よく耐えてたね、前半そうですね、よく渚さんそれ耐えてましたね、本当に、うん、なんか、はい、よくわかんなかった。最初上の方から食べてったんで。そうですね、からしくんまだ当たってなくて、うん、信じてたんですよね、土田プロがからがることをいやー、これは土田プロお見事でしたね。いい勝負でしたけれども、面白かったね。はい、激戦の末よし、おめでとうございます。これはもう、はい、さすがです。じゃんけんも弱い、あっち向いてほいは完璧にダメ。ダメ、はい、でも勝った。すごい予言者。素晴らしい。こうやってもちょっとリベンジの機会をぜひちょっと作らせていただいて。いいよ。勝者の余裕。勝ったと思ったら急に。もう全く問題ない。来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ということでですね、すべての津田プロゲスト会企画は終了いたしました。終わっちゃったね。終わっちゃいました。津田プロありがとうございました。とんでもないです。いかがでしたか、マジユキオ。面白かったねありがとうございます。今までの数々の収録の番組の中で、はい、飛び抜けてよかったね。ありがとうございます。やった、嬉しい。ありがとうございます。またぜひですね、ちょっとした企画とかでもいいので、来ていただいて遊んでいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。お待ちしております。はい、しっかり鍛えろよ。そうですね。はい。渚さんも何も言えねえ。予言対決で負けないように鍛えていきましょう。これもこれまでやったのに。あっち向いてほいだけは確実に勝ちましたから。あっち向いてほいだけでした。すごいよね、あの力、じゃんけんと。全敗だから俺。それだけでした。逆に言うとすごいよね、うん、
だからある種、まあ、それがね一種報いれてたってことですから、はい、それも含めて予言して、はい、ちゃんと校長引いたっていう。そうです、ゲームメイクがすごいですね。ゲームメイクさん、はい、もう他力本願型いやでも実際プロもね、いろんなねあのアクションとかいろんな面が見れて、こちらも非常に楽しかったんです。はい、ありがとうございました。もしあのこの見てる方ですね、もしまた土田プロに出ていただきたいという方はもうどんどんコメントいただけたら、すぐに土田プロに来ていただいていろんなことやろうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、ということで土田プロ皆さんよろしく。はい、よろしくお願いします。土田プロ全8回ありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はここまで。またね。